不倫女性が逆襲する方法っていうのが社会的に抹殺っていうことが多いんですね。うん。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。今日はですね、リトルママ代表からポイ捨て、不倫女の逆襲ということでお伝えしていきたいと思います。今日私ちょっとオリンピックの合間にちょっとヤフーを見てたんです。ヤフーのニュースサイトね出たら文春さんですね。また文春法がドカーンとやられたみたいなんですけども、またねリトルママって私福岡出身なんですけども、その福岡の方で私も見たことありますリトルママという情報誌がねママだったので、今のママですけども、うん、でそのリトルママの代表とその不倫関係にあった32歳の女性が、その方も結婚されてるんですよ。女性が男女関係のぐちゃぐちゃの末捨てられてポイ捨てされて、リトルママその32歳の女性がリトルママの社長さんのことを、メディアに売ったみたいな感じになってるみたいなんですね。うん、でね私いつも言ってるんですけども、不倫関係がね終わる時って綺麗に終われないんですよ。でね、不倫してる女性はそれを覚えといてほしい。本当にもうこういう事件っていっぱい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 、事件というかこういう問題ってねいっぱいいっぱいあるんですよ。でね、不倫してる旦那さんたち、不倫したい旦那さんたちも不倫女性がその逆襲してくるなんてみじんも思ってないっていうところが、やっぱりこの不倫してる男のさっていうよりは男性たちの脇の甘さだと私は思います。で、女っていうのはやっぱり過去に生きる生き物なんで、納得して別れられない時、自分が納得して別れられない時にはやっぱり不倫夫、その不倫してる男性ですね、男性の全てを壊したくなるぐらい逆襲してくるんですよ。うん、でそういうことも珍しくありません。でこのヤフーニュースの中で、記事を読んだらですね、不倫女性の逆恨みですよね、日本最大級の子育て情報サイトリトルママの代表と32歳のママとの不倫問題ということだったんですね。記事からの情報によると、子育て情報サイトの、運営している代表が、あるその、交流会ですね、それで女性と会って、自分から誘って、でその女性も、私は既婚だよっていうことを伝えた上で不倫関係になったと。でその時の、これもよくある話なんですけども、リトルママの代表の、社長さん、代表ですよね、代表はこの32歳の女性に対して夫婦関係を破綻していると、で離婚調停中で別居しているっていうふうに言ったそうなんですけども、不倫してる女性たちも多分これ見てくださってるかなと思うんですが、これで不倫してる男の人たちがよく使う手なんですよ。でこの言葉をなぜ使うかっていうと、やっぱり無料でエッチさせてくれるいう落とし文句だったりするんですね。だから自分はなんかすごくかわいそうな立場なんだよって、だから、今こういうふうに誘ってるんだ、仕方ないというか、こういう感じだから、女性に俺は愛を求めてるんだみたいな感じで言ってくることが多いんですよ。もう本当にアホ臭い。うんでそのセリフをアホ臭いセリフをまたこの不倫女性もね簡単に信じてしまうっていうアホ臭ぶり、というわけなんですね。だからその言葉を鵜呑みにしたね、そのさっき言った、夫婦関係は破綻している、離婚調停で別居しているっていう言葉を鵜呑みにしたこの32歳の不倫女性が、自分もねそういう体の関係を重ねていくにつれて、最初はなんか遊びなんだろうなと思ってたけども、さっきも言いましたけど、女性という生き物は過去に生きる生き物なので、そうやって、家族を置いて私と自分とそういう行為を重ねてくれるんであれば、それっていうのは私に対して本気なんじゃないかっていうふうに思い込んでしまうんですね。うんでしかも不倫してる自分の相手の男の人が子育て情報サイトの代表となれば、私たち女性のイメージからすると、その誠実な人なんだなと、子育てっていうふうに男性がその子育て情報サイトで女性の、子供の子育てに悩んでる人たちが泣いてる人がいる、その記事に書いてあったんですよ。この男性がリトルママを出した経緯というのが書いてあったんですけども、そういうこの不倫女性からすると、そういうふうに女性の気持ちを分かってくれてる人だったら遊びのはずなんかないというふうに思う、そういう気持ちもあったんだと私は思います。でね、女という生き物はそういう自分の作り出したイメージをさらに自分の都合のいいようにイメージを作り上げていく傾向にある生き物なんですよ、男の人たち。うん、でね、その不倫男性が何も言ってないのにこんな風にしてくれるのは、私のことを奥さんよりも愛してくれてるからという風に勝手に妄想していって、妄想がそれが自分の頭の中ではもう真実となってしまうっていうのがこの不倫の傾向なんですね。不倫恋愛の傾向なんですね。うん、だからこそその女性たちが不倫の終わりにね、自分が納得できないと、まあ、この、リトルママの代表はポイ捨てしたみたいなこと書いてありますけども、あくまでそれはこの不倫をポイ捨てされたって言ってるその女性が言ってる言葉だから、まあ、ポイ捨てなのかどうかわからないですけども、とにかくまあ女性という生き物は自分が納得できない別れ方をさせられたらとんでもない逆襲に遭うっていうことがね、もう不倫男たち、不倫をしたい男の人たちっていうのは本当によく覚えておいてほしいですよね、私はね。うん、でね、今回のリトルママの代表がされた逆襲もだけども、大抵の不倫女性が逆襲する方法っていうのが社会的に抹殺っていうことが多いんですね。うん、だからこのリトルママの社長のように、その会社の社長さんであれば社員に噂を流してこう悪い噂を流して社長さんを追い込んでいったりとか、あとリトルママのね、その代表の規模の不倫男であれば、まあメディアにこうやって垂れ込んだりとかいうこともあります。うん、であとね、最近多いのが警察官とか、いわゆるその教職とか、いわゆる公務員ですねの人たちだと、まあ、すぐに転勤させられたりとかするんですよ。でいつも私言うんですけども、公務員の方たちの不倫がめちゃめちゃ多いんですね。めちゃめちゃ多いで、公務員の方っていうのは公務員の仕事を失ったら、まあ他の何でもいい俺はできると思ってる方は別として、多分その仕事を公務員だから成り立ってる年収、成り立ってる、その自分の地位だと思うんですね。例えば営業職とか、なんか技術職とか医者とかね、そういう専門的なものだったらそこを辞めさせられても別のところで働き口はあるんだけども、こういう警察官とかその教職の方たちっていうのはもう気軽に不倫してほしくないなと思いますよ。うん、でその不倫とリスクってたくさんあるんですけども、ね、私はいつもこうやってね、もうやんやん言ってるじゃないですか。リスクはいっぱいあるよって、不倫女怖いよ、メンヘラ女にかかったらなんかちょっと危ないよとは言ってますけども、でもね、なんか多くの不倫男たちっていうのは俺たちは割り切った関係だからそんなことはないぜみたいなコメントにも書いてあったりとかするんですよ。でね、多くの男性たちは俺はそんなヘマしないとか、俺の女はそんなバカじゃないとかというふうに思い込んでるのが最悪なんですね。だからそこが脇が甘いって私は言ってるんですよね。で私のところにご相談に来られてる方の 99% のクライアントさんが、まあ、同じことをおっしゃってます。そんな人だとは思わなかった、そういう女だとは思わなかったっていうふうに言ってることが多いんですね。うん、でもね、このリトルママのその不倫相手の32歳の女性もですけども、不倫女性というのはいかにも自分が被害者だと思ってるかもしれないけども、立派な加害者ですから。うん、立派な加害者だっていうことを、これを見てる不倫してる女性がは自覚してください。うん、で自分は被害者じゃないですよ。これは共犯なんです。不倫してる旦那さんと、不倫をしてる女性って共犯なんですね。だからその間に被害者も加害者もっていう関係はないんですね。うん、そうですね。だからこのリトルママの社長の不倫相手がこの一言、私ねすごい怖かったんですよ。女の執念さえ感じるコメントがありました。でそのコメントはどういうコメントかというと、森さんの奥さんには本当に申し訳ない気持ちでいっぱいですって。いやー、これ怖いですよね。だってね、絶対思ってないですから、そんなこと。森さんっていうのはこのリトルママの社長の名前なんですけども、森さんの奥さんね、本当に無視な気持ちでいっぱいだったら、その、文春さんの記事のコメント欄にも書いてありましたけど、たくさんコメントが入ってましたけど、メディアに垂れ込まないですよね。メディアに垂れ込むっていうことは奥さんに申し訳ないなんてみじんも思ってないわけですよ。でね、これ不倫女性が結構これよく言います。奥さんには申し訳ないことしましたとか言って手紙を起こしたりとかね、なんかメールを起こしたりとかするんですけども、いやそれ思ってないでしょってマジで思います。でそこにこの女ポイ捨てされたって自分で思ってる女性の怨念さえ私は感じるっていうふうに思いました、でもねやっぱりねそう思うのが、この不倫男ありってこの不倫女性ありというお粗末な不倫劇かなって思います。でね、不倫女性っていうのはもうさっきから口酸っぱいぐらい言ってますけども、自分がね納得できない別れ方をさせられるともう本当にとんでもないことをやります。で自分が落ちるなら、自分が自分だけ辛い思いをして捨てられるんだったら不倫男も一緒に地獄に落としてやるっていう風な思いっていうのは女性は持ってます。もうなんかこう力を込めて今持ってます。でこれ当たり前なんですよ。しかも令和の時代っていうのはこのやっぱり SNS とかそういうこうメディアとかもやっぱりニュースとかそういうものをこうバーンって拡散したりとかできますので、そういうのでその社会的に抹殺しようとか、いうふうなことになっている令和の時代なので、不倫夫たちはねやっぱり気をつけてほしいなと思います。でもねやっぱりこういう被害者加害者でいうと一番の被害者っていうのは私は思うのはやっぱり子どもたちだと思うんですよ。でこのリトルママの、子どもさん1人いるみたいなんですが、やっぱりこの子どもさんがね残された子どもさん、あと奥さんですね、何も知らない奥さんっていうのはやっぱり一番の被害者かなって思います。奥さんはねちょっと自分の心の落としどころっていうのはいつかつくかもしれないけども、でもこの残された1人の子どもであったりとか、この32歳女性の子どもであったりとかっていうのはやっぱりずっと心に傷を負うものだから、そういうところが私一番腹立たしいなと思っているわけです。だからこうやってねメディアにさらされた子どもの気持ちっていうものを一回ねちょっと考えてほしいなって思います。自分とねその不倫男だけが地獄に落ちるんだったらいいけども、何も罪もない子どもたちを地獄まで連れていかないでほしいなって本当に心から思っております。はい、ということで、今日はリトルママ代表からポイ捨てされた32歳不倫女の逆襲ということで、ちょっと私も不倫解決カウンセラーの意見として今日はこの YouTube の動画にいたしました。不倫をしている旦那様、それから不倫をしたい旦那様っていうのは本当にくれぐれも浮気はあまりよろしくないし、不倫もよろしくないんだけども、こういう女性には気をつけてねということをお伝えしたくて動画を作りました。はい、ということでこの動画では不倫をされている奥様旦那様向けにどうやったら夫婦円満家族円満になれるのかということを中心にお伝えしております。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。